JR 大阪環状線夢作線と阪神難波線の接続駅である西九条駅であります。大阪市此花区の中では最大級の駅ということになるんですが、ちょうど今外回り電車、大阪方面へと向かってくる電車が弁天町からやってきたところになります。西九条駅の北口周辺には西九条小学校の通用門があって、すぐさま歩道橋がかかり、そしてすき家の前には西九条のバス停一番乗り場があります。そして阪神西九条駅、エレベーターがあるんですが、そのエレベーターは極力今使えない状態で、利用者は係員を呼び出して利用できるということなんですね。そして今ちょうど上の鉄橋部分、近鉄電車が通ってきているんですが、区間準急、その中にはドラッグストア、処方箋薬局、そして飲食店などが入っているビルがあります。今回は阪神西九条駅の西口から JR 西九条駅の駅下、線路下をくぐってきて、まずは南へ。阪神西九条駅は JR 西九条駅をくぐったところにもあって、そこからエレベーターが、ここは常時利用できるというところなんですね。そして向かって右手にはセブンイレブンがあります。過ぎてくると飲食店などの商店が立ち並ぶ一角を進み、そしてそこから右斜めへ向かっていくんですが、登ってきてその先に建物があるんですが、それが安治川トンネルとなります。向かって左、東側を阪神難波線が通っているんですが、この高架はシェルターになっていて、そしてシェルターを抜けてくると安治川トンネルの建物の左側、鉄橋を渡っていって地下へと入ることになります。手前にローソンがあって、右斜めに目を向けると大阪ベイタワーが見えるんですが、ここは安治川トンネルを通っていくことにします。向かって右手に階段があるんですが、その先階段は深いところを通っていくことになります。エレベーターの場合でもおよそ1分ぐらいは下まで行くということになってしまうんですね。かなり深いところにありますので、体感的にも冷房が効いているような感じなんですね。安治川トンネルの南側、大阪市此花区側から西区側へとやってきました。坂を下ってくると源平米渡しの踏切があり、信号を渡って左斜め、阪神難波線沿いへ進んでいくと九条駅方面となります。ですがここは信号を渡らずに右に曲がり、ちょうど安治川トンネル前のバス停に差し掛かっていきますが、九条南から境川方面に向かって西区を西へ向かいます。遠くには USJ のホテルの一部分を見ることができます。この周辺はマンション一戸建てが立ち並ぶところが左側にあって、そして右側にはこのように製作所が多く立ち並ぶ一角、二車線の道路になっている幅広い道なんですね。そこで左斜めへと曲がってきて、大阪ベイタワーの上階部分が見えるところなんですが、この辺りは日陰になっているところで、右斜めへと進んできます。現在は西区の九条南を歩いていることになります。左手に大阪市建設局の九条注水所が見えてきました。実は安治川トンネルも通ってきたんですが、実はその安治川トンネルも大阪市建設局が管理しているということなんですね。九条注水所を過ぎて、こちらも2車線と幅広い道路を横切る形で進んできて、九条南から境川へ入るんですが、この辺りは坂を上りながら、緩やかに上りながら進んできます。その先を左に行くと、一戸建て、3階建てが立ち並ぶ住宅、そして事業所、製作所が多くあるところですが、
この辺り両方向が通れる道路沿い南側に進んでいくと、阪神高速16号大阪港線と大阪メトロ中央線、そして中央通り方面行くことができます。そしてこの辺りも道路が広いんですけれども、間にはこのように緑の木々が植えられているところ、その道路も横切って上って下ってきて住宅地へと入ります。波よけに入ってきて西から港区へと入ってきたんですが、その先に公園があって、両方向に市営住宅が建つ道路をここは登ってきます。こちらが宝月小公園になっていて、小さな滑り台と幼児用のブランコ遊具はこの2つだけになっていて、II ガシャの待ち合い場所と飲み物の自販機があります。そして大阪市へ波よけ第二住宅へと差し掛かってきて、これが右側、ちょうど今9両編成の関空特急はるかが通過してきているところで、左手にも7階建ての市営住宅が建っています。波よけ第二住宅はその先北側に8号館があって、バース波よけのマンション、その向かい側にナイター設備が付けられている波よけ公園となります。こちらが野球場というところですね。ちょうど221系の区間快速が通ってきたところで、波よけ公園周辺から大阪環状線の鉄橋、ここはくぐってきます。大阪ベイタワーとクロスタワー方面に向かって鉄橋をくぐって国道43号を進みます。その先に信号があったんですが、自転車を乗った男性の方ちょっと目を合わせてしまいましたので、そこは譲ることにして、左に曲がって緩やかに左に曲がりつつ、大阪ベイタワーを真正面にではないんですけれども、右斜めに見る形で進んでいくと、国道43号へ、そしてその先に JR 弁天町駅の北口があって、その先に歩道橋があり、そしてもう一つに歩道橋があって、その屋根をくぐっていくと、大阪ベイタワーアトリウムへ行くことができます。次々と特急電車が通過してきている中で、国道43号に差し掛かってきて、こちらが安治川大橋になっていて、この地点が安治川大橋みなじ詰めという地点になります。信号のない交差点というところなんですが、一つの歩道橋を過ぎて、もう一つ屋根のついた歩道橋を進み、大阪ベイタワーアトリウムへ向かいます。昨夜まで盆踊り大会が行われていた大阪ベイタワーのアトリウムに着きました。今その櫓の撤去作業が行われているということで、一部分が使えないというところなんですが、もう朝早くから多くの方がこのアトリウムに訪れていらっしゃって、外は暑いんですけれども、今はその屋根のあるところ、影が隠れているところで今休んでいらっしゃるという方が多いんですね。さて今回は阪神西九条駅の西口といっても、北西口ということになるんですが、そこから JR 西九条駅を抜けて安治川トンネルから波行きを通って大阪ベイタワーのアトリウムまで、時間にして33分15秒、距離にして 2.45 キロ、3072歩の160キロカロリー。波よけ第二住宅の周辺までは行かずに、道中で住宅地の中を抜けてきて、そして境川の、いわゆる北側ということになるんでしょうかね、北西側を通っていって、そして波よけで大阪市港区に入り、国道43号を通っていってというところだったんですが、すぐさま JR 弁天町駅、北口へとつながってくる歩道橋があって、そして大阪ベイタワーにつけたというところだったんですけれども、
当に秋を感じるような青空が広がっていて、まあ、日差しは強かったんですけれども汗が出るぐらいだったんですけれども、まあ、楽しく歩けたなという雰囲気がしてきますよね。ということで今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。